めでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もね、初詣に行けないビーズファンの方のために、はい、僕が代わりにね、おみくじ引いて、ビーズファンの運勢を占っていきたいと思います。やっていきますよ、今年も。去年は中吉でしたっけ。中吉だったかな。去年は中吉だったんで、今年はね、超えていきます。もう大吉オンリーですよ。はい、で、まあ、元旦っていうこともあって、はい、今日はね、まだ出店もね、いっぱいあるんで、はい、スラップもね、楽しみながらやっていきたいと思います。で、昨年はね、あの熱田神宮という大きな神社行けたんですが、今年はね、大きな移動ができないということで、まあ、比較的ね、近くの神社に来てます。ということで、やっていきましょう。美味しそうなものがたくさんありますね。ね、ちょうどもうすぐ夜ご飯時だから。あ、確かに。お腹すいた。じゃあ今日の夜ご飯ここで済ませていきますか。うん。はい。イカ焼き食べたいね、イカ焼き。イカ焼きね。はい。あるじゃん。イカ焼き。イカ焼き。イカ焼き。じゃあまあ食べるのは帰りにしますか。うん。はい。とりあえず、本宮？本宮っていうの？分からんけど。あ、今年あれできないんじゃないですか、これ。あ、できないね。ここ手洗うところですよね。はい、本宮でお参りして神社の本体に行こう、はい、行きますと、はい、そして占い占いじゃねえや、おみくじやっていきたいと思2個だけでいいと思いますよ。はい、やってきました。ついにおみくじのコーナーです。ここのおみくじはここにね、100円入れて引いていくタイプなんでね、一発で引き当てますよ、はい、いいですか。まず入れます。お、なんかめっちゃごっそりある。あ、でも一番最初に当たったやつでしょ。来ました。それ自分用ですか。これはじゃあこれ自分用にしましょうか。じゃあ私の運勢は吉です。微妙ですね。まあいいでしょう。まだこれから上がるっていうこともあるんでね。はい、吉。カズさんは吉です。はい、じゃあ視聴者の、はい、じゃあ、ビーズファンの 今見てられる、ビーズファンの方の運勢を占っていきたいと思います。占う運勢占うでしょ。はい、中のフォークロールスロー、あ、こいつ絡みついてきた、こいつ。いきます。いきます、第19番。せーの、ドン。あー、すえ。今何かありましたっけ。はい、じゃあね、今からビーズファンの方の運勢を占っていきたいと思います。じゃあ何が出ますかね。よし。お、15番ですよ。さあ行きましょう。せーの、ドン。あれ？上吉。上吉。はい、それではね、今からビーズファンの方の運勢を占っていきたいと思います。さあ何が出るか楽しみですね。手前の方から行きますか。はい、行きましょう。48番何が出ますかね。いきます、せーの、ドン。何ですか。中吉。あ、中吉。はい、じゃあ今からね、ビーズファンの方の運勢占っていきたいと思います。じゃあ奥の方から行きましょう。こいつじゃないですか。10だ。いました。26番行きたいと思います。せーの、ドン。中吉。中吉。はい、それじゃあね、ビーズファンの方の、運勢占っていきたいと思います。じゃあ何が出ますかね。何が出るかな。あ、こいつじゃない、こいつ。はい、
お、6番、僕のラッキーナンバーですよ、皆さん。これ来ましたよ。せーの、ドン。正気。はい、それじゃあね、今からビーズファンの方のお店を伺っていきたいと思います。さあ、何が出ますかね。さあ、何が出ますか。あ、イレブン。来ましたよ、イレブン。これでしょ、イレブンですからね。これでしょ。せーの、ドン。大吉。ほら、イレブン。イレブンで大吉。やっぱりね、やっぱそうですよ、ビーズファンですから。はい、皆さん、今年の運勢は大吉です。はい、おめでとう。おめでとうございます。よかったですね。はい、なぜか分厚い。何枚ですか。いや、1枚のはずですけどね。よし、OK。 盗んだね。はい、皆さんのイレブンは持ち帰りますからね。はい、はい、じゃあね、今年の皆さんの運勢は大吉ということでした。はい、今年もね、皆さんいい年になりますように祈ってますので、はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、お疲れ。イレブン。